ことは小池知事が必要と認めれば滝山病院に対して報告や帳簿書類の提出を命じて出頭を求め、職員や関係者に対して質問させ設備や診療録等につき、検査させることができるということでありますね。ぜひやっていただきたいと思います。最後に私は何年も前から、もう本当自分で言うのもね、もう嫌になっちゃうぐらいですね、立ち入り検査の必要性と実施を求めてきたものの、都道等は問題がないという答弁を繰り返されてきました末の滝山事件です。しかも都が発見、公表したのではなく残念ながらマスコミ報道によって世に示され後手後手に法に基づいた手続きが行われようやく立ち入り検査や本日に至る指導が行われたわけであります。滝山病院だけではなくこれまでの福祉保健局、福祉局、保健、医療局の在り方そのものが問われているのではないでしょうか。深い反省に基づかれ滝山病院はもとより都内すべての生活保護者、精神障害者が入院する病院、自立支援医療機関が同様の倫理観に基づる事案を起こさぬために局長の具体的な指示を求めた所見を伺います。ことは人の命に直接関わり厚労省も動き国民の関心も高い重大かつ深刻な事柄でございますので最後の質問になりますが今後の、所見今後の、こうした再発防止に向けた局長ご自身の言葉で所見をお述べいただきたいと思います。虐待が疑われる事案の早期発見を図るとともに必要に応じて速やかな立ち入り検査につなげていくなど今後とも関係法令に基づき適切に対応してまいります。上田委員、局長ではなく部長答弁ということでありました。これまで精神障害者を真ん中に都や医療福祉現場と良好な連携関係を構築されてきた東京都精神保健福祉家族会連合会つくし会様が陳情されるということはよほどのやむにやまれぬ思いあってのことと考えます。精神医療の闇については私は初当選以来指摘続け2016年は小児総合医療センター顧問の小児精神科医の利益相反自己申告を指摘し退陣に追い込みました。この間精神保健指定医資格更新を怠って都立病院では無資格で218件診察都内最多の状況であったことを独自調査や質疑で明らかにしておりました。無資格状態で強制入院21件、未成年1人、身体拘束65件、隔離63件、うち未成年2件もしていたことは懲戒処分相当以上に精神障害者の人権を軽視した調査ではない。クリニックによる生活保護者貧困ビジネスも指摘をさせていただきまして時の厚労大臣が東京都に異例の指摘をするという事態にもなったわけであります。益沢病院と都立病院と連携するかからといって私がいまだ安心できないのはこれまでこのような東京都および都内病院の精神医療の風土がとても変わったとは思えないからであります。警鐘を鳴らし続けての滝山病院事件でございました。都議の質問に局長が答えないということは陳情者の問いに局長が答えないということであります。これが、都議会とかの慣例だったのかもしれませんが前例踏襲の結果今回の事件が起こり今回の陳情が上がってきたものと思います。局長いかがでしょうか。新田部長。障害者の虐待防止に向けまして先ほど答弁いたしましたように虐待が疑われる事案の早期発見を図るともに必要に応じて速やかな立ち入り検査につなげていくなど今後とも関係法令に基づきまして適切に対応してまいります。上田委員。はい、新たな福祉局保健医療局の姿勢を確認させていただきました。